用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ブレイディベイグ、これは好スタート。シンティレーション、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてラリューエール行きました。先手を取ったのはラリューエール、その外からシンティレーション、すぐ隣にコンクシェル、ブレイディベイグ、そのうちに続いています。モズゴールドバレル上がっていきました。フィールシンパシー、すぐ後ろコスタボニータ、それに続いています。青の帽子フィアスプライド、その後ろ内からはアスコルティアーム、その後ろからはハーパー、外にはライラック、内からモリアーナ。ここまでほぼ平均ペースです。ここにマスクとディーバ、ここにつけたのがルージュリナージュ、しんがりからセントカメリア、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。先頭は依然としてラリューエール、外を通ってモズゴールドバレル、アスコルティアーム、3番手4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭に立つのはモズゴールドバレル、ブレイディベーグ、ここから伸びるか。ここで先頭に立ったブレイディベーグ、残り 200m、 マスクとディーバ追い上げてきた。マスクとディーバかわした。2番手はビアスプライド、マスクとディーバ1着、マスクとディーバ、ビアスプライド2着に入ったか。勝ったのはマスクとディーバ、このレースを制したのはマスクとディーバ。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先手を奪うのはどの馬か。花を切ったのはコンクシェル、先手を取ったのはコンクシェル、ここにフィールシンパシー、内からラリューエール、すぐ後ろにアスコルティアーム、その外にコスタボニータ、外にはモズゴールドバレル、内を通ってフィアスプライド、その外からシンティレーション、その後ろにルージュリナージュ、内からはブレイディベーグ、その後ろにマスクとディーバ、並んで1番ハーパー、モリアーナ、すぐ後ろセントカメリア、この馬もこのグループ。これはややスローペース、後ろの馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。この辺りで先頭が変わりました。コスタボニータ、2番手はモズゴールドバレル、コンクシェル、3番手4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭にコスタボニータ、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。コスタボニータ先頭、外にフィアスプライド、200を切った。2番手はフィアスプライド、一気に足を伸ばす。フィアスプライド差し切った。フィアスプライド、フィアスプライド1着、2着は微妙です。勝ったのはフィアスプライド、このレースを制したのはフィアスプライド。スタートしました。マスクとディーバ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。マスクとディーバ、この辺りも前へ行きます。コンクシェル先手を取りました。内からはコスタボニータ、その後ろからはフィールシンパシー、内を通ってアスコルティアーム、外を通ってモズゴールドバレル、これに続くのがラリューエール、ここにつけたのがフィアスプライド、すぐ後ろにシンティレーション、すぐ隣にルージュリナージュ、ブレイディベーグ、そのうちに続いています。この位置にハーパー、少し間が空いてモリアーナ、並んで11番セントカメリア、先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。最後方にライラック、大欅を通過していきます。前はコンクシェル、2番手はコスタボニータ、間を挟んでマスクとディーバ、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。コンクシェル先頭、しかし後続はすぐ後ろ、しのぎきれるか。先頭に立つのはコンクシェル、あと 200m、 一気に捉えるか。ライダック、ハーパー先頭、差が開いていきます。ライダック抜き去る。ライダック1着、2着争いはどちらでしょうか。勝ったのはライダック、このレースを制したのはライダック。スタートしました。アスコルティアーム好スタートを切りました。ルージュリナージュ、この馬も好スタートを切りました。アスコルティアーム、この辺りも前へ行きます。アスコルティアーム先手を取りました。外を通ってコンクシェル、その後ろからはコスタボニータ、外にはルージュリナージュ、すぐ隣にフィールシンパシー、ここにモズゴールドバレル、すぐ後ろにフィアスプライド、ここにつけたのがラリューエール、その外からシンティレーション、マスクとディーバ、すぐ後ろハーパー、この馬もこのグループ、その隣にブレイディベーグ。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。この辺りで先頭が変わりました。コンクシェル、
2番手のコスタボニータ一気に来た、間を挟んでブージュリナージュ3番手、ここで先頭変わりました。先頭はコスタボニータ、その差は1馬身から2馬身。コンクシェル前に迫れるか、ハーパー伸びてきた、ここから勝負をかける。残り 200m を通過して一気にブレイディベーグ、ブレイディベーグかわす、先頭はブレイディベーグ、1着でゴール、2着にはどうやらコスタボニータ、勝ったのはブレイディベーグ、このレースを制したのはブレイディベーグ。スタートしました。ポンと飛び出したのはシンティレーション。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてシンティレーション行きました。シンティレーション先手を取りました。外にはコンクシェル、ラリュエール、そのうちに続いています。黒の帽子アスコルティアーブ、その後ろ外を通ってフィアスプライド、コスタボニータ、その前に進出、その後ろからはモズゴールドバレル、その隣にフィールシンパシー、これに続いてドゥジュリナージュ、内からハーパー、隣にはマスクとディーバ、すぐ後ろにライラック、内からはブレイディーベーグ。これは少々スローペース、後方勢には影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。各馬大欅を通過、この辺りで先頭が変わりました。コスタボニータ、2番手はコンクシェル、間を挟んでラリュエール、3番手、4コーナーカーブから直線コースに向きました。コスタボニータ先頭です。しかし後続も伸びてきた。コンクシェル足色は十分、前に迫れるか。一番前にはコスタボニータ、残り 200m を通過して、ハーパー先頭、アスコルティアーモ食らいつく、ハーパー1着、ハーパーアスコルティアーモ2着に入ったか。勝ったのはハーパー、このレースを制したのはハーパー。スタートしました。ポンと飛び出したのはフィールシンパシー、コンクシェル、この馬も好スタートを切りました。フィールシンパシー、この辺りも前へ行きます。アスコルティアーム先手を取りました。外を通ってコスタボニータ、この集団にコンクシェル、これに続くのがフィアスプライド、並んで13番モズゴールドバレル、内からはラリュエール、これに続いてブレイディーベーグ、緑の帽子シンティレーション、その後ろ、その横にルージュリナージュ、ハーパー、そのうちに続いています。その外にマスクとディーバ、内からオリアーナ、ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。その後ろにセントカメリア、各馬大欅を通過、この辺りで先頭が変わりました。フィールシンパシー、外を通ってコンクシェル、間を挟んでフィアスプライド、3番手、さあいよいよ直線の攻防、一番前にはフィールシンパシー、外をつくコンクシェル、フィアスプライド、いい足だ、ここから勝負をかけます。残り 200m を通過して、一気に捉えるか、ブレイディーベーグ、ブレイディーベーグさらに突き放します。ライラック届くでしょうか、ブレイディーベーグ1着、2着にはどうやらライラック、ブレイディーベーグ見事このレースを制しました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアスコルティアーム、ライラック、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてアスコルティアーム行きました。先手を取ったのはアスコルティアーム、その後ろからはラリュエール、その外にコンクシェル、隣にはコスタボニータ、外にはモズゴールドバレル、黄色の帽子フィールシンパシー、その後ろフィアスプライド、それに続いていますルージュリナージュ、それに続きますブレイディーベーグ、その前に進出シンティレーション、上がっていきました。内を通ってハーパー、ここにつけたのがマスクとディーバ、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない流れです。この集団にライラック、大ケーキを通過していきます。前はアスコルティアーム、2番手はモズゴールドバレル、間を挟んでコンクシェル、3番手、4コーナーカーブから直線コースに向きました。アスコルティアーム先頭、しかし後続も追い上げる、マスクとディーバ必死に追います。この差は果たして縮まるか。外側にルージュリナージュ、200を切った、外から一気に突き抜けるか。マスクとディーバ、マスクとディーバかわす、マスクとディーバ、ブレイディーベーグ2着に入ったか。アスコルティアーモ3着です。マスクとディーバ見事このレースを制しました。